その人事的な数字っていうのは物理学とか化学とかのね、その科学的な数字じゃないし、じゃあ数学を適用しようかなと思ってうまくいかないの案外。それで、あのね、数式っていうかも、その、どっちかやったら、あのローマ字も混ぜるようなね、どういったらいいかな。だから、文系のね、評価、人事業界における数字の方がみんな気にしてるんですよ。それと物理的な、科学的な数字を混同して、それとね、人事的な数字のね、定義っていうの、評価法っていうけどね。人事的数字の定義イコール評価法ね。評価法っていうのは、産業、業界によってね、違うの定義は。ましてはその企業と個人事業と全然違うの。例えば、地域の個人事業のことには分からんかもしらんけど、みんなね。じゃあ、ネット上の個人事業考えてね。な、今までおった世界と全然評価の定義が違ったでしょ。それは人事的な数字のね。定義が違う業界によって。だから、数字に一喜一憂っていうのは、その物理的、科学的数字に一喜一憂してるわけじゃないでしょ。経済学上の数字、人事上の数字、それは文系数学だよね。そこでみんな立ち止まってるんちゃう。